量子三目並べは、アーラン・ゴフラが三目並べをもとに2002年に、考案した二人例、和有限確定完全情報ゲームである。量子力学における重ね合わせ、量子もつれ等の量子力学の基本的な概念の理解を助けることを目的として考案された。番は、通常の三目並べと同様に三々の九つの、マスを使用する。マークは先手を、後手を×として、 順にいち、に、さん、8 9とする。確定版でプレイヤーは、9つのマスのうちの2つに、確定していないマークを置く。マークした時点ではこのマークは確定せず、ゲームの進行によって、後から確定することになる。量子マークは、他の量子マークがすでに置かれているマスにも置くことが、できる。特例として、9の手の鉄外ですでに他の8マスが確定している、場合のみ、 残りの1マスを即座に丸に確定させる。プレイヤーの新たな量子マークによって、同じ番号の2つずつ、量子マークをそれぞれ結んだ時に輪ができる状態になった時、この輪を完成させた方ではない方のプレイヤーが、この輪に関わるマークの確定の仕方を選ぶ。なお、サイクリックインタングルモントが発生した時、この輪を形成する、いずれかの番号の量子マークをどちらかのマスに、 確定させると、連鎖的にこの輪に関わるすべてのマークが確定するため、あり得る確定の結果は2通りである。ここで、この輪に関わるマークとは、直接に輪を形成しているマークのみでなく、ペアのうち一方が輪の上あり、もう一方が輪に関係ないマスにある、量子マークのペアも含む。通常の三目並べと同様に、確定した自分のマークを一列に3つ並べた。 プレイヤーが勝利である。しかし、両子3目並べでは、サイクリックインタングルモントを確定させた結果、先手と後手が同時にラインを完成させる場合がある。この場合は、ラインを形成する確定したマークの番号のそれぞれの最大値を比べて、これが小さい方が優位であるとされる。ありがとうございます。